店舗の例店舗の例は、アメリカ合衆国フロリダ州ボカラトンに本社を置き、世界最大の文具、オフィスに関連する、商品全般を取り扱うディスカウントストアチェーンである。店舗のロゴは、デポが大文字で表記された、オフィスデポ。オフィスデポは、世界60カ国以上に販売網を展開している、世界最大の文具、オフィス製品ディスカウントストアチェーンである。 米国内で1100店舗以上、米国外で400店舗以上を展開している。日本国内に実店舗はない。取り扱う商品は、文具、OA サプライといったものから菓子などの飲食品、机アイスといったオフィス家具、電気製品までにわたる。一部の種類の製品には、価格がより安いオリジナルブランド製品もある。オフィスデポ、ジャパン株式会社は、日本国内で、 オフィスデポの屋号で、文具、オフィス家具、応援サプライなど、オフィス関連製品全般の通信販売を行う、企業である。米国オフィスデポ社の日本法人として創業し、同社が100%出資していたが、2010年12月17日、種類販売の格安が、発行済み株式100%を取得し、完全子会社化した。 かつては実店舗での小売販売も行っていたが、2009年12月26日までに全店が閉店し、それ以降は日本国内での店舗営業は行っていない。1996年、株式会社デオデオと米国オフィスデポ社との業務提携により、日本法人オフィスデポ、ジャパン株式会社が設立され、日本市場に進出した。 直営店とフランチャイズ店の実店舗による小売販売とカタログ及びインターネット上のオンラインサイトによる通信販売の2チャンネル販売を主力としていた。取扱い商品は国内大手のナショナルブランド製品のほか輸入品も扱う。またオリジナルブランド製品も日本法人が独自で企画した日本オリジナルの製品のほか 米国をはじめ海外のオフィスデポ各拠点で企画された海外オリジナル製品も取り扱っている。その他、印鑑や名刺印刷物の作成などのコピープリントサービスや、国内、海外の宅配便の取り次ぎといったビジネスサービスも行っている。双方ブームを見越して広島など地方都市に出店していた時期があったが、目論見み通りにならず、店舗戦略を見直し、 東京都心部のオフィス地区を中心に店舗展開を行った。2007年には東京都心及び横浜市、大阪市、名古屋市に28店舗を直営で展開していたが2009年3月23日、日本の店舗事業から撤退することが発表され国内の店舗は2009年末までに順次閉鎖された。2009年12月26日に 最後の店舗となる五反田店が閉店し、日本国内の店舗事業から完全撤退した。五反田特ビルにあった、この店舗は日本一号店であった。実店舗の閉店後は、カタログ販売やインターネットによるオフィスデポネットショップで事業を継続している。他のオフィス通販会社が、法人向けと個人向けでサービスを分けているのに対し、オフィスデポのネットショップは、 法人、個人にかかわらず登録、購入が可能となっており、クレジットカードでの取り扱いもある。また、オフィス通販業界では珍しく、電話受注を継続している。米国をはじめ世界中のオフィスデポで企画された、オリジナル製品を直接輸入することによる、価格競争力が強みとなっており、卸売りも行っている。ありがとうございます。